今日もありがとうございました。まあ、レギュラーシーズンの、まあラストホーム2戦ということで、まあ、本当にたくさんのお客さんが来ている中で、あと2連勝できて本当に、嬉しく思います。まあ、プレーオフっていうのは決まってはいるんですけど、まだまだチームとしては伸びしろがあると思ってますし、本当に毎日の練習一試合一試合こう突き詰めながらしっかりこうチーム力っていうのを上げていって、いい状態で毎試合こう臨んでいきたいと思ってます。まだアウェー4戦あるんで引き続き応援していただければと思うのでよろしくお願いします。